井上起死回生のバックドロップ、さあ抑えに行くか天竜に、素晴らしい井上、素晴らしい井上、金を取った井上、金を取りました。さあフォールだ、フォールだ、天竜伸びました。井上のショルダータックルで天竜が、天竜が伸びています。昔語りを伝承し、南部曲がり屋の炉端を囲み、語り部たちが民話を語ります。静かな雪国、岩手県遠野からの中継。しかしこの因縁遺恨のカード、またまた雪国が血に染まりそうな対決であります。天竜源一郎、川田俊明組対高木勲、そしてザ・グレート歌舞伎組の対決。さあ天竜と腹をくくっての勝負が続く高木勲、そしてご覧のザ・グレート歌舞伎も暴走天竜に怒りの鉄拳、ます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 激しい対立が展開されそうであります。さあ高木勲、ザ・グレート歌舞伎組、先に登場してまいりました。天竜同盟の危機感が伝わってまいります。平成2年の正月、風から嵐へ天竜が巻き起こしました高木との抗争は、いよいよこの静かな息遣いを見せる遠野の里へまで発展してしまいました。天竜川田組の入場でございます。天竜高木のシングルマッチ決着戦は最終戦の後楽園ホールに決定。さあ天竜は高木勲に果たして何を要求しているんでありましょうか。そして現状では歌舞伎も井上も淵も田上も激しくこの天竜に挑みます。天竜同盟川田俊明、俺も高木にビシビシ行くぜ。天竜包囲網どう突破していくんでしょうか。天竜源一郎、男になってほしい、勝負の90年高木、天竜は俺に任せろ、ザ・グレート歌舞伎、45分の一本勝負で戦います。まあ、底知れぬスタミナで、この天竜選手は高木のことをウスと言ってますけどね。それだったらね、やっぱり本当歌舞伎選手は戦うような気迫をですね、中で見せていってほしいですよね。天竜がまた見せます。うわーっと机を持って背中に叩き落としました。今度はフェンス攻撃、高木苦しい、高木苦しい、天竜怒りの鉄拳、椅子を持った正面から、うわーっと鈍い音、また愛の鞭。武井さん、愛の鞭でいいんでしょ。愛の鞭なんですよね。それだけにやっぱり高木はですね、これに応えなければ何のために鞭を受けたのか全く意味がないわけですよね。まさにそうです。さあ高木頑張れるか。高木の悲鳴だけが聞こえます。苦しい遠野決戦、天竜容赦なく攻めます。天竜容赦なく攻めます。特に目標があってこういうレスリングをやってるんではないと多くの木佐田の前に語りました。天竜、自然の流れだというふうに言ってるんですがね。しかしですね、高木はこれ5分以上攻められてますからね、なんとかやっぱり反撃してほしいですね。再奮起を促す天竜の願望でもあるんです。それに応えなくてはしょうがないんです高木。あ、容赦なく川田も行きます。また片指で捉えました。勝負がつくのか。やっとやっとザ・グレート歌舞伎生き返ってコーナーに陣取りました。さあ高木立てるか、高木立てるか。後楽園決戦も間近だ、もう時間がない。さあ高木、さあ川田の攻め、川田の攻めです。さあ脳天空打ち、ツームストーンで捉えるか、うまくリバースするか、どうだ、力が入るぞ、うわーっとダメです、技が決まりません。高木どうした。高木一方的ですね。武井さん、完全にワンサイドで攻められてますね。ねえ、まあ体の強い男ですから、どんなに攻め込まれても。さあ、おお、ここでいった、エルボーの逆襲、高木のエルボーの逆襲、3つしか打てません、3つしか打てないんです。これでは天竜を捉えることはできない、1打数欲しいですね。武井さん、単発ではダメですね。おっと、万字固め、万字固め、万字固め、川田が来た、川田の足が空を切った、正面から歌舞伎左のアッパーブローで離した。さあここで
さあここで回転エビ、エビが耐え、あーっと、さあこの後の流れです。まだ立てません、まだ立てません。ここで川田が今度は横への攻撃、キックの連打、そしてブレンバスター体を浴びせかけた、あっとここで歌舞伎にタッチ。長い勝負でした、長い勝負でした。相当ダメージを受けています。さあ歌舞伎がこのピンチを脱することができるか。うまくかわした、うまくかわした、流血の歌舞伎。さあトラスキック、そして川田から天竜、左のアッパー、右のエルボー、右のエルボー、殴りつける、殴りつける、拳打ち、拳打ちだ。さあもうアッパーというかもうストレートに近いですね、竹内さん。もうパンチパンチですね、パンチパンチで天竜を外に落としました。さっき流血、ザ・グレート歌舞伎。さあ一旦は呼吸を整えます。反対側のコーナーの高木勲でやります。勝負は今20分が経過いたしました。塔の決戦も荒れ模様。今日はしかし天竜包囲網陣は手を出しませんね。今のところ出しませんね。そうですね。そして天竜同盟サムソン冬木も中に入っています。あ、今ちょっと縁が仕掛けましたよ。縁も天竜包囲網陣の一人。今縁が積極的にコーナーに行きました。相手のコーナーに行ってますが手は出しておりません。さあ天竜が今場外です。さあ天竜今半身の体勢、まだまだ十分やれます。最後までやり抜きます。さあ今度は外にいる天竜に対しましてキックの洗礼。天竜先生が目の当たりを切ったようですね。ちょうど右目のあたりですね。滲んでおりますが、先ほどのザ・グレート歌舞伎の流血ほどではありませんね。ちょっと血が滲んでいる感じ。さあ報復だ、まさに報復だ。歌舞伎が行きます。さあ殴りつける、殴りつける、すごい勢いです。顔面攻撃、歌舞伎が狙ってますね。今度はその傷口を狙ってますね。手を伸ばしたのは川田。さあ相手は川田だ。果てしなく続きます。天竜同盟対全日本正規軍の対決。川田を捉えた、川田を捉えた。あーっと後頭部円錐、すごい連携。天竜同盟前の面に倒れました。またピンチに追い込まれた。さあジャーマンストップ X か、ジャーマン歌舞伎に対してジャーマン、カウント 2.5、 歌舞伎返します、歌舞伎返します。高木の出番はありません。椅子を持った、うわー、また流血でしょう。期待目がけまして集中砲火、苦しい試合展開。歌舞伎頑張れるか、もう顔面ギザギザです。今の椅子攻撃も激しかったですね。これも厳しいですね。ちょうど割れた額のあたりですからね。本当ですね。まあ苦しくなりました。ザ・グレート歌舞伎の顔面、もう顔が崩れちゃってるような、そんな感じですね。歌舞伎たちの高木は完全に分断されてますね、はい。さあ20分が経過しますと、さらにまた動きが活発になるのが天竜のプロレスです。しっかりと抑え込もうとしております天竜。今度は顔面、お歌舞伎の顔面、うわっとまたキックを浴びせました。わあすごいキックだ、すごいキックだ。完全にグロッギー状態、完全にグロッギー状態。そして川田につなぎます。うわあまた違う、もう本当に吹き上げてますよね、吹き上げてますね。すごい流血。さあここで脳天空一、さらに追い打ち、また額を打たれました。カウント2で返します。よく我慢します。ザ・グレート歌舞伎まだ高木出ません。天竜包囲網陣もまだ満を持しているんでしょうか。リングサイドに陣取っています。手を出しません。上田の時はここでもう乱れに乱れましたからね。今日は冷静に見てますね。冷静に見てます。さあそろそろフィニッシュか。逆のエルボーを打って歌舞伎からピンフォールか。天竜頑張りますね。歌舞伎が頑張りを見せて返しました。歌舞伎が返しました。さあ青い吐息、ザ・グレート歌舞伎息が乱れます。そしてパワーボムか、パワーボムか。ここでラリアット、高木ラリアット、見ておりました天竜に一撃。さあこれが自信につながるか、後楽園決戦に自信となってつながるか。今のラリアット、しかし天竜はまた立ち上がっていきます。歌舞伎も左のアッパーで返す。ヘッドバット、あ血を吹き出した額を打ってますよ。感情がありますね。感情ありますね。ここでぶっ倒れるようにして高木に渡します。高木の反撃、何発技がつなげますか。
さあロープに飛んだ、体当たりかボディークラッシュか、おっと見えるキック、ちょっと当たりが悪い、まだ甘いですね、まだ甘い、怒った天竜、飛んだバックを取って、バックを取って、どうだ、体重があるジャーマン、高木のジャーマン、カウント2、カウント2です。さあ健康一滴、高木ジャーマンを完攻、決まりました。しかしカウント2で張り返す、次なる技だ、次なる技だ、高木歯を食いしばってラリアット、すごいラリアット。さあ またカウント2まで入りました。これは効いています、これは効いています。次だ次だ、川谷突進、川谷突進、1対1の対決を望んだ、1対1の対決を望んでいるが、ダメだダメだ、歌舞伎を求めちゃダメですね、ノータッチ、歌舞伎がノータッチ、お前の出番、お前がやれというふうに大きなアクションを見せました。さあニールキックが当たっている、ニールキックが当たっている、正面フロントスープレックス、高回転落とした、攻めている、天竜に対して高木が攻めている、高木もっと攻めろ、高木もっと攻めろ、チャンス、最大のチャンス、さあさあなんだ、パワーボム、パワーボム、ドアダメ、ここで川田が入りました。次出す、まだ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 攻めて、タッチじゃない、タッチじゃダメですよね、攻めて攻めて攻めまくれ。その間に川田足を取ってる、首がダメ、あっという間に隙を突かれてしまった、隙を突かれました。なんで天竜に背中を見せる高木、ダメですね、やっぱりですね、あそこまで攻め込んどいてですね、その頭の中でやっぱりタッチを考えちゃダメですよね。ねえ、わざとパートナーの歌舞伎はタッチをしなかったんです。その意味を悟らなきゃいけませんね。それを2回を手を出してですね、やっぱりそこでやっぱり隙を突かれましたよね。攻めているようで逃げる気持ちがあったんでしょうね。あったんですね、心は逃げていたんでしょう、高木の心は逃げていました。その隙をついて軽くピンフォール、ひとひねりさらさられました、敗れました高木。頑張りは変えますけれども、一つなんか足りないですね、正直なところ。やっぱりその甘さの物足りなさが残りましたね。長い勝負でした、25分28秒、まさに雪国島の血に染まりました大流血戦でした。さああとは後楽園決戦のみ、ズバリどうですか。これが正念場ですね、ここで高木が光ってこなければですね、はい、もう次次期シリーズはないですね。天竜対高木勲の1対1の対決、後楽園決戦はどう出るでしょうか。天竜同盟の揃い踏みです。天竜源一郎、鎌田俊明、サムソン冬樹の勇者トリオの入場。会場は郡山セントラルホール超満員。波乱に次ぐ波乱の新春ジャイアントシリーズ、いよいよ東北の拠点都市テクノポリスの開発が進んでおります郡山で全面戦争正規軍との対決を迎えました。天竜鎌田はやる気満々。サムソン冬樹の表情どうでしょうか。シリーズ中試合後ジャンボ鶴田と握手を交わした事実があるだけに微妙な心理状態でありましょうか。どういう展開になるか、天竜同盟のタッチワークはどうなるのか、チームの輪に影響が出てくるのか。天竜川田冬樹登場。勝負タイム60分の一本勝負であります。郡山で全面対決が実現しました。さあ天竜高木の遺恨から発生した正規軍隊天竜同盟の波乱に富んだ剣劇、雪の遠野大会で頂点に達して今夜の郡山で6面タッグマッチでいよいよ激突いたします。さあ怒りの軍団ジャンボ鶴田、ザ・グレート歌舞伎、マイティ井上の入場。おそらく試合のボルテージは上がっていくんではないでしょうか。この郡山で結末を果たして迎えるんでしょうか、それとも今後に尾を引くんでしょうか。両軍の熱き心は抑えようがありません。90年の幕開けのシリーズは
意外なドラマを作り出しました。さあ正規軍ジャンボ鶴田は筆頭、ザ・グレート歌舞伎マイティ井上、今こそ本当の強さを見せるべきでしょう。60分一本勝負、静かなる入場、今大声援が起こりました。天竜源一郎、川田俊明、サムソン冬樹、おなじみの天竜同盟、そしてジャンボ鶴田、ザ・グレート歌舞伎マイティ井上、全日本正規軍、60分の一本勝負であります。60分一本勝負を行います。さあサムソン冬樹、今何を聞いても胸中を明かしてくれません。冬樹顔の表情にまで天竜同盟の激しさが現れてきました。川田、さあ前年対決の目を作った天竜源一郎、ああ厳しい表情、天竜と1対1で勝負してもいいぞと言っておりました井上。今日の大会の大流血は凄まじかった、ザ・グレート歌舞伎正規軍のリーダー、全面対決の主役となりうるかジャンボ鶴田、解説はジャイアント馬場さんでございます。さあ正規軍対天竜同盟シックスメンタッグマッチ、馬場さんまず見どころからお願いします。いや、みんなこれね、これ、はい、井上がね初登場してきたんですよね。はい、井上映ってますね、彼がねやっぱりその、はい、燃えてきたというかね、後楽園なり長野で上田でですね、はい、天竜に蹴飛ばされたというようなところからですね、やっぱり本人もそうは一回というね、はい、気持ちで上がってきてますんでね、これ井上がどう頑張るかというものですね。そうですね、勝負の核になりますのは、そうしますと全日本正規軍マイティ井上でしょうか。さあ、おばさんのお話と同じようにその意気込んでおりますマイティ井上が先陣を切っての登場、相手はサムソン冬樹であります。さあ力の入る一戦になりそうだ、両者体当たり、すごい力が入ります。マイティ井上筋力が盛り上がっている、顔面真っ赤であります、やる気満々の井上。さあ闘志を全面に肉体に表しております。今夜のマイティ井上であります、全力投球だ、バックを取ったぞ、腰をちょっと落とした、サムソン冬樹もしつこい攻め、両者離れました。さあいい攻撃パターンを持っておりますマイティ井上、まず腕を絡めてリストを取った、今度は腕の上に足を落とした、うまくねじ曲げます、正面に天竜がいます、チラッと目が合いました、チラッと目が合いました、この天竜の鋭い眼差し、出足、馬場さん、井上選手好調ですね。そうですね、なかなかスピーディーな動きを見せました。一方の今受けておりますのがサムソン冬樹、アームホイップ、そしてリストロック、脇腹、いや肩口のあたりに左の素手を乗せてやります。マイティーの上、もう一度お伝えしますけれども、馬場さんからの話もありましたように、1月15日の後楽園大会、天竜選手の椅子攻撃をたまたまセコンドに入っておりました井上の肩にこれが命中しました。まあ怒りをその後前面に出しまして、天竜、今映りました天竜を意識しっぱなしでやります。マイティ井上であります。試合の前に馬場さん、ちょっと井上選手、意識しっぱなしというよりもね、はい、そうやってやっぱり意識してですね、天竜自分が向かっていくという、ね、うん、気力を、ね、表してきたということが今日の起用だと思うんですよね、はい、はーはー、なるほど、ですからね、みんなね、その誰でもいいんですよ、よし俺もという気持ちでね、はい、出てきてくれれば、まだその天竜同盟の天竜はまだ控えに入っております。サムソン冬樹から今川田俊明に今つながれたところであります。まあ、それにしても馬場さん、あれですね、この新春ジャイアントシリーズですけれども、この意外な国内対決ムードというんでしょうかね、それがずっと充満してますね馬場さん。やっぱり対決はね、やっぱ天理同盟とこのジャンボたちとですね、その対決はね激しくなってるんですから。激しくなってきましたね。これね、激しくというのはやっぱり全日本のモットーですからね、はい、全員が激しくなってもらわなきゃいけないんですね。そうですね、それはね、激しく燃えてる選手だけが燃えてて、あとは関わりないのはあまり燃えてないんです。ですから天竜が起こるんですね。なるほどね。まあ、全日本マットはさらにさらに生々しく、そして勢いよく、まあ、活性化したのは事実でありましょう。馬場さん、今日のリングサイドもちょっと見てください。もうほとんどの選手がリングを取り巻いてますね馬場さんね。そうです
ね、非常に緊張した雰囲気が漂っております、緊張してます、緊張してますね。だから様子を見ててもね、緊張してるのとしてないとやっぱりいるんですよね。はい、なるほど、そこが問題ですね。なるほどね、真剣な眼差し、小橋がいます、大隈選手もいます、田上がいます、淵がいます、それからちょっとカメラの陰で見えませんけれども、大きな背中が、もちろん高木選手もこの試合を見守っています。さあリング上を追っていきましょう。さあ、あの東野大会の凄まじい戦いっぷり、両者を褒めなくてはなりません。天竜が打ちます、左のアッパーは歌舞伎、大きな左のチョップ、吹っ飛ばされたのが歌舞伎、打ったのが天竜、ここで鶴田を担ぎ出した、鶴田対天竜。さあジャンピングニーパット、前に倒れ込んだ、右手を突き上げる鶴田、スッと立ち上がって、まだ寝たまんまで足に食らいつきます、天竜であります。さあ今度はストンプで返す、さあ暴れっぷり、この暴れっぷり、天竜の炎がほとばしています。さあマイティ井上が捕まえました、上半身をマイティ井上が捕まえた、さあすごい拳打ち、1ラース攻撃いきそうだ、マイティ井上頑張ります。さあ天竜が出てきたぞ、さあ怒りを前面に押し出しています、このパンチの雨あられ、またやる気、すごいポーズだ、井上、井上対天竜、天竜も言っておりました、井上はベテラン、非常に癖者、怖い相手の一人、こう言っております。さあ1対1でも戦ってもいいぞとマイティ井上が言っておりました。今光の当たっているのは天竜だ、だからこそ天竜を追いかける、こうも言っておりましたマイティ井上。さあ天竜からサムソン兵器バックドロップ、井上張り切る、井上すごい勢いが出てますね、馬場さん、井上選手。そうですね、まあ、こう言ったらちょっと言葉が悪いかもしれませんけど、しばらく光が当たってなかった井上選手、ここに来てもう一気に光が出てまいりました。さあマイティ井上からジャンボ鶴田へのつなぎであります。さあ鶴田、まあ、非常に冷静で、ね、光が当たらなかったら、はい、当たらないで腐ってしまうのか、なんとかその光を当てようとして努力するのか、問題はここですよね。そうですね、そうですね、まあ、このベテランのマイティ井上、それからリングサイドでじーっと戦況を見ております菊池正信、そして大龍月馬に歌舞伎田上タイガーマスク中野、そういった選手までもがこの天竜に対しまして本気で本気で立ち上がってきたんです。対天竜に対して一歩も退かないという、まあ、悲壮な決意、そういうふうに受け止めたいと思います。ということは馬場さん、あれですね、馬場さんからの解説にもありましたように、天竜の90年にかける、まあ、なんていうんでしょうかね、新たなる革命が実を結びつつあるという ふうに見てよろしいですか。そうですね、はい、これからの問題だと思うんですね。さあグレート歌舞伎が出てまいりました。ここでサムソン風紀が飛び道具を出してまいりました。あとそばっと攻撃、後ろ蹴り、横蹴り、今度は前蹴り、さあ川田歯がありません、激戦を物語ります。川田ミドルキック、うわハイキック、接近したミドルキック、うわハイキック、どうだ今度は回転してスピンキック、いずれもキック、いずれもキック、川田キックに命をかけています。また今度はちょっと横向きのキックを見せました。変化があります、川田のキック攻撃。さあトラースキック待っている、入った、このタイミング、今度は天竜の左のラリアット、面白くなってまいりました。まさにエキサイト、明るいプロレスがあります、楽しいプロレスがあります、そしてご覧のように激しい激しいプロレスがあります、全日本プロレスのマット上であります。ますます火花を散らしてまいりました。さあ時間差の、おっとスローイング、わー回転、してのキック攻撃。さあ今度は追い打ちをかけます、天竜です、容赦しません。さあずしんずしんとお尻がも落ちたが、また持ち上げた、さあ左のアッパー狙ってます、負けません、歌舞伎負けません、左のアッパーブローいった、耳の下、耳の下、これは効いた、これは効いた、元気強い歌舞伎、一歩も後ろに引き抜きません。この馬場さん、気力は本当に見上げたもんですね。そうですね、まさに全日本マットは再び発生しました。もあダメだ、やられた、痛いなんて、はい、それでね、諦めたらやっぱりもうここまで取れませんよ。本当ですね。さあ、川田がフィッシャーマンスープレックスでつなぎます。この根性といいますか、気力を高木選手あたり見習ってほしいですね、馬場さんね。そうですね、このシリーズ何度も何度も歌舞伎高木チームの 対決がありました。わざとタッチをしなかった時もありました。これはイコールいわゆる弟でしたとも言いましょうか、後輩への愛情でありましょう。その意味を十分に分かってもらいたいと思います。リングサイドの高木、さあ川田が出てまいります。
さあ川田対ザ・グレート歌舞伎であります。本当にベテランが頑張っています。根性の塊、そのザ・グレート歌舞伎であります。そして小川さん、東野大会の時今頂上が映りましたけれども、額の真ん中、滝のように血が流れ、左の目のちょっと縁ですね、もう3センチぐらい切ってるんですよ。そうですね、いやもう本当に試合の後僕顔見られなかったですね。プロレスはすごいですね。ものすごい打流血でした。しかしもうそんなことは忘れたよと、こう言ってまたこの郡山のリングに上がるんです。そのザ・グレート歌舞伎、まさにど根性の男でありましょう。ザ・グレート歌舞伎であります。さあ相手は川田、さあストロースの攻撃、サンドイッチ状態にされました。ここまで見てサムソン風紀の馬場さん、動きちょっと解説してください。いや別に変わりませんよ。変わってない、はい、今日はケレミなく動いてますね。さあキャメルクラッチホールド、そのサムソン風紀上になっての攻撃、さらに衝撃度を加えます。キャメルクラッチ、さあ上半身を持ち上げた、さらに緊迫してまいりました。まだリングサイドを取り囲んでおりますレスラー一歩も動きません。じっと戦況を見つめたまま、本当に緊張感が漂います。お客さんも声が出ておりません。場内郡山セントラルホール、まさに緊迫したゲームであります。シックスメンタッグマッチ、正規軍隊天竜同盟揃い踏み。さあ歌舞伎が打たれています。サムソン冬季、さあ大きな腰、これがずずっと下がっていくんでありましょうか。逆エビの体勢、サムソン冬季、フットロースのパートナー川田がちょっと動き始めました。効いているようです。正面から鶴田、強烈なキックを浴びせます。ジャンボ鶴田、そしてマイティ井上を担ぎ出してまいりました。井上の赤いトランクスが踊ります。今日は一番目立ちますマイティ井上、この全面戦争とうとう引っ張り出されました。さあ天竜だ、相手は天竜、ドーンと投げた、当たった、井上負けた、今度は勝つか、しっかりと食らいついた、離れた、ダメだ、天竜一枚上、力でも一枚上か、でも天竜とやりたい、でも天竜と戦いたい、こう言っています。まさに男の生き様でしょう。今度は小技を見せた、うまくつないだ、このままエビだ、今度は脚力で返します。さあ井上、さあサマーソルトトラップいきません、モンキーフリップ、さあ一つの技がダメなら次なる技を考えています。さあヘッドシザースでホイップ、いい攻撃、どんどん動いていかなきゃいけないですね。はい、素晴らしい動きです。よかったですね。よかった動きでしたね。さあ馬場さんから称賛の声、マイティーの上生きています、生き返ったと言っていいでしょうか。マイティーの上であります。さすがにトップレスラーですね馬場さんね。そうですね、いいですね。今度は川田のフォローを買いました。さあマイティーの上、あくまで頑張る、ちょっと呼吸が乱れてきたか、大きく口を開いた、天井を向いた、川田が攻め込んでいます。相手は後輩の川田だ、負けない、そういう気持ちがもう堂々リングに現れています。マイティーの上、ど根性ファイト、いい攻撃を見せました。こういう馬場さん、いわゆる中堅と言いましょうか、全日本プロレスを引っ張っていかない連中がこれだけの勝負をしてくれるというのはありがたいことですね。そうですね、これね、やっぱり一生懸命というね、はい、現れると思うんですね。本当ですね。さあマイティ井上をストロースの川田が攻め込んで、正面からこれまた頑張り屋ザ・グレート歌舞伎、左のアッパーブロー、シックスメンタッグマッチであります。本当に静かに観戦、この男たちのものすごい勝負、ただ呆れるばかりに見守っております郡山のお客様。さあ非常に、とうとう椅子を取ったぞ天竜。いやー馬場さん、天竜が椅子を取っての攻撃が本当にこのシリーズ多いんですが、これどう思いますか、ズバリ。そうですね、はい、このところだけはちょっとすぐ中に入れてくれたらいいんじゃないかなとは思いますがね、はい、これまた天竜以外のレスラーに勝つを入れてるんでしょうかね、そういう感じもします。正規軍の全選手から狙われている天竜、しかしビクともしないんです。伸び悩む選手に勝つを入れて一人前にするのが俺の役目と、そういうふうに私たちも受け止めたいと思います。堂々の表情、天竜が待っています。睨みを聞かせています。片や前田側のコーナーではジャンボ鶴田が睨みを聞かせています。正規軍対天竜同盟全面対決、
今サムソン冬木が出てまいりました。マイキー井上の出番が非常に多くなっております。弓矢固めの体勢、こういう技は効きます。背中がギシギシと音を立てます。弓矢固めサムソン冬木、さあ時折こういう技を見せますサムソン冬木です。非常に器用な選手、腕の力もあります。さあマイキー井上から再びザ・グレート歌舞伎だ、また根性のプロレスが出てきそうだ。コーナーに捕まった、意識している天竜が自ら飛び込んだ左のアッパー、これは当たったぞ、ドドドドーっと倒れかかった、まだお尻がつかない、今度はどうだ、3つ目キックで返す顔面、そしてラリアット、うなりを上げて声を上げて飛んでいく天竜、必死で食らいつく。さあ今度は鶴田を呼び込むか、鶴田を呼び込むか、背中を後ろにした天竜をめがけまして、ザ・グレート歌舞伎が行きます。すごい過激なファイトに郡山のお客様から静かに見守っておりましたが、今大歓声が沸き起こりました。これが天竜のアピールでやりましょう。さあ川田の左のミドルキック、ハイキック、足を掴んだ、うまい、足を掴んだ、キックを壊します。今度はしかし足を挟まれました。今度は足をくの字に折っていきます。川田、おばさん、川田選手のレスリングもややファンの間からマンネリだマンネリだという声が上がってきてるんですけども、しかししつこくしつこく攻めるようになってきてると思いますが、どうでしょう。そうですね、はい、マンネリと言いますかね、やっぱり僕もそう思うんですね、そうですか、やっぱりキックが多すぎてですね、他の技があまり出てこないんですよね。そうですか。ですから、まあ、今さっき足を絡めて足をかわしましたね、しました、ああいうものは目にはよく見えないんですけども、はあはあ、まあ、変わったものではあるんですよね、変わった攻め方ではあるんですけど、ああいうことをやっぱりどんどんやっていかないと、目立つのはキックですからね。そうですね。さあ、ザ・グレート株からパーズが、さあ、怒った鶴田、天竜に一撃、体を突き放す。さあ、場内ゴーゴーを取る大声援に変わってまいりました。場内郡山セントラルホール、場外戦サムソン風紀を叩きのめすマイク井上。これね、やっぱりさっきね、はい、天竜がジャンボを張ったんですよ。やっぱり天竜のそのジャンボが燃えちゃいますね、はい、で燃えるということによって今度天竜も燃えてきますからね、はい、ますます激しくなってくる、面白くなってくると思うんですよね。そしてインパクトの激しい勝負が見られるわけですよね、はい、さあ両軍ヒートアップ、ヒートアップ、ヒートアップ、サムソン風紀も燃えてきました。鶴田の表情変わってきました。甘さがありません、今夜のジャンボ鶴田。勝負タイム今15分経過、あっという間の時間です。ダブルアームスープレックス、必死で食らいつくジャンボ鶴田、彼のレスリングにはポリシーがあります。スポーツ感覚でプロレスをやっております。さあジャンボ鶴田です、常に冷静沈着、試合の流れもおそらく読んでいるでしょう。ラリアットで潰す、強烈、正面に天竜がいる、川田がいる、今天竜から指令が出ました。川田行け、こう言ってます。サムソン風紀必死でタッチ、天竜とジャンボ鶴田だ、見ましょう、エルボー失敗、天竜のラリアット当たっている、ヘナヘナっと体が前に崩れた、天竜も崩れた、井上にタッチ、さあ井上すごい投手だ、すごい投手だ、行く行く井上、行く行く井上、アッパーがストレートが効いている、反則技だがお構いなし、チェックを受けています。このやる気を見てください、マイティーの上、大阪ど根性、力を発揮します。クセモノだ、右のアッパー、相手を認めています。天竜チョップで返した、まさかのチョップ、すごい勢いで当たった、もう胸が真っ赤になりました。さあ馬場さん、天竜とマイティーの上、激しい投手のぶつかり合いでしたね。そうですね、やっぱり井上のやり手がやっぱり、はい、大したもんだなと天竜もびっくりしたと思うんですね。そうでしょうね、天竜と井上と今まで対戦したことはないですからね、そうですね、ということは本格的なこれからマイティー井上対天竜のこういう流れになりつつあるのか。さあジャンボするとジャンピングに高く上がって膝が食い込んでいくんです。鶴田の鋭いジャンピングニーパット、ジャンボ鶴田カードを捉えました。さあまだまだ勝負の行方は分かりません、気を抜いた方が負けでしょう。さあ川田からサムソン冬木、左のラリアット、これはちょっと甘い。さあこのシリーズ握手を交わした両者でありますが、試合は試合だ、あれはジャンボ鶴田のフェアな態度というふうに受け取っておきましょう。さあサムソン冬木を潰すか、またマイク井上です、積極的、非常に積極的、井上サマーソルトドロップ出た、18番、天竜見ておりました、もう頭に殴りつけます、キックで殴りつけます、
天竜が出てくると、さあ自ら勝負をかけてくるのがザ・グレート・キャブキー。これが全日本プロレスの激しさだ。さあプロレスファンに訴えています、激しさを訴えています。さあ時間差でしょうか。今度はサムソン風紀フィッシャーマンスープレックス。さあカウントが入るか、カウントあと2カウント2、マイティーの上突き放します。マイティーの上が離します。さあサムソン風紀チラッと天竜を見ました。さあサムソン風紀だ、キレン味のない人はレスリングを展開。バックを取ったぞ、正面を向いたスピンキック、ちょっと外れた、後ろから円髄ジャンボスレター見ておりました。天竜を場外に落とした。その間にサムソン風紀が井上にキーボールの体勢、井上返す、井上返す、場外ではスルトと天竜、場外ではスルトと天竜。さあ歌舞伎と体がやり合っている。あっと本当に今カウント3が入ったかに見えましたが、必死で返すマイティーの上、これが天竜だ。天竜がもう戻ってまいりました。川田とマイティーの上、ジャーマンか、ジャーマン大きく弧を描いた、やや崩れた、またカバーの体勢だ、またカバー。カウントがカウント2まで行きました。ちょっと井上、ちょっと井上方向を失っています。ここは何とかしてつなぎたい。グレート歌舞伎の出番か、ジャンボ鶴田の出番か。ここで一気に畳みかける、また天竜を呼び起こす。さあ天竜対井上、井上相当打たれている、ゴールの体勢2回ありました。苦しい井上、さあ苦しい井上、さあどうだ、天竜が抑え込んでいる、しっかりと抑え込んでいる。うわーっとマイティー井上の表情をご覧ください。ちょっともう失神状態、さあ全く動きが出てきません。さあどうだ、天竜のラリアット当たった。これでバンジックですか、ダメか、井上返した、返しました、返しました、井上返しました。井上が完全に生き返りました。素晴らしい名イベント、シックスメンタックマッチ全面対決、正規軍対天竜同盟、本当に誇らしい男たちの対決であります。さあ今度は首への攻撃、サムソン風紀、一方的に馬場さん、井上がやられてます。でも頑張ってますね。そうですね、素晴らしい男です、素晴らしい男です。この根性をリング下でじっと見守っている高木、上田、小橋、さあベテラン頑張る、マリアット攻撃、しっかりとエビに取った、エビに取った、危ない、ゴール、井上つなげません、井上つなげない、井上鶴田が歌舞伎につなぎたいがつなげない。さあダメージがさらにさらに広がる、一気に天竜同盟勝負を仕掛けるようだ。また天竜同盟のコーナー、ブルーコーナーに突き出した、ダブルの攻撃、危ない、勝負は20分が経過、空気カバー、完璧にカバーだ、返した、4回目のゴールをクリア、4回目のゴールをクリア、頑張ります。どこに力があるのか、マイティーの上、183センチ、体重105キロであります。さあとどめは天竜のパワーボムだろう、パワーボムが必死で踏ん張る、パワーボムが必死で踏ん張る、どうだ、小原と風紀が、小原と風紀が言っている、円髄釣れた、包囲網をかいくぐって円髄釣れた、これにラリアット、まだ正規軍はノータッチ、正規軍はノータッチ、マイティーの上を助けています。障害椅子の洗礼、高木に椅子の洗礼、いよいよ後楽園決戦最終戦で行われますが、ここでまた強敵はジャンボ鶴田、高木が伸びました、高木が伸びた、リング上も要注意。さあ鶴田一人、あーっとスピンとして当たった、すごい鈍い音、場外大乱闘、鶴田のラリアット、本部席破壊されました。鶴田の表情険しい、天竜伸び、天竜体勢を整えられません。リング上から桑田のスライディングキック、さあ勝負の権利は井上と桑田だ、桑田の、桑田の横腹攻撃、横腹攻撃、苦しいスピンキック回復った、さあなんだ、バックドロップ、井上起死回生のバックドロップ、さあ抑えに行くか、天竜に、素晴らしい井上、素晴らしい井上、キーを取った、さあフォールだ、フォールだ、天竜伸びました、井上のショルダーアタックで天竜が、天竜が伸びています。チャンス、さあチャンス、さあまだ桑田だ、おっといつの間にかサムソン風紀が後ろに、そうですね、さあ天竜が外に伸びています。さあどうだ、さあどうだ、サムソン風紀が手を出している、鶴田が桑田を追いかける、鶴田が桑田を追いかける、天竜が場外で、これはカウントが進んだようです、天竜リングアウト、試合の権利があるのは、冷静な解説ババさん、天竜でした。天竜がババさんリングアウトとなったんですね。さあ怒った天竜、さあ八つ当たり、暴走天竜、暴走天竜、
鶴田に椅子を投げた。鶴田が怒った。激しいプロレスだ、激しいプロレスだ。歌舞伎が止める。リング上、リング上、天竜がカウント10、場外カウント10を取られました。放送席冷静になりたいと思いますが、この場外カウント10を取られたきっかけはマイティ井上の迫真のショルダータックルでしたね、馬場さん。そうですね、結局あの、はい、カウントアウトになったのも仕方がないなと思うのは、やっぱり井上の出したその技は、カウントアウトを狙う技でしたからね、ゴールを取る技じゃありませんでしたからね、はい、ベテランの味をもう本当に最後の最後に出しましたね。今日の馬場さん、もちろん勝っておりますけれども、志勲選手はマイティ井上でしょうか、馬場さん。いや、よくやったと思います、ね、よくやった。はい、これで対天竜に対するマイティ井上の気持ちは上になった気持ちがあるんでしょうか。1対1でもやれるという気持ちになったんでしょうか。さあ、大興奮の郡山市民体育館リング上、さあ、ジャンボ鶴田のまだまだやる気を見せております。マイティ井上志勲賞、天竜を怒った本部席の机を持ちました。さあ、お客様超満員、全員が立ち上がっています、全員が立ち上がっています。全日本プロレス、過激なプロレス、激しいプロレス、全日本プロレスに寄っています。郡山のお客様です。勝ったのは全日本正規軍マイティ井上志勲、負けたのは天竜同盟。あの天竜が場外10カウントを取られてしまいました。志勲はマイティ井上。これで馬場さん、どうでしょうか、ますますヒートアップしてきましたね。そうですね、マイティ井上の動きが良かったですよね、素晴らしいですね。マイティ井上は試合前に本人が分かりました、1対1でも堂々とやってやるぞとこう言っておりましたが、その気持ちがこの勝負に現れました。マイティ井上、主君の働きであります。天竜同盟を打ち破りました、天竜同盟を打ち破りました。勝負タイムは21分20秒、天竜同盟リングアウト負け。鶴田歌舞伎マイティ井上の全日本正規軍がこのシリーズ決着をつけたような、そういう感じがいたします。プロレス史上最高最大のスーパーイベントがついに実現。4月13日、東京ドームで WWF 全日本プロレス、そして新日本プロレス、日米3団体の合同興行が決定しました。ハルク・ホーガン、アンドレ・ザ・ジャイアントらアメリカのスーパースターに鶴田天竜らが挑む、まさに夢の対決。どうぞご期待ください。さあ、後楽園物語はどういう形で終焉を迎えるんでありましょうか。天竜対高木の離婚勝負、いよいよ始まります。さあ、おっと、高木がけしかけたがキックで返す。天竜腕を取った。今度は高木が力でドロップキック当たらない。天竜冷静、エルボー当たらない。両者当たりません。さあ、今度はスペインキック、これは耳を捉えた、バックを取って邪魔。高木先生ヒット。これでペースをつかむか、自信をつかむか。今度はサイドのヘッドロック。さあ、今度は天竜が激しく当たるが、高木のパワーが打ち勝っています。天竜倒れました、頭を振っています。全日本プロレス90エキサイトシリーズの興行日程です。次週はご覧のカードを放送します。どうぞお楽しみに。